皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、ユニクロの購入品紹介やっていきたいと思います。はい、ユニクロに行ってですね、ちょっと服を買おうかなと思ったら、思ってたよりも可愛い服がめちゃくちゃ大量にあったので、ちょっとたくさん買ってきました。もう秋冬冬服になるのかなと思うんですけど、順番にね紹介していくので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速佐藤、はい、それではまず一つ目がこちらです。何の色も柄もないような、結構薄手のニットです。よく見るとこんな感じで細かいリブが入っているニット素材になっていて、まあ薄手のニットですね。で、今のが黒で、こっちの中に着てるのが白です。で、サイズは黒を M を買って、白を今 S 着てみてるので、まあ両方着てちょっとねサイズ感をお伝えできればと思ってるんですけど、袖も S でもこれくらいあるので、結構まあ長めかなって感じです。首も割と上まであって、薄いのでこういう風になんか中に着たりすることもできるし、とにかくね着回しが効くかなと思って色違いで2色買ってきました。他にももっといろんな色があったりとか、あと首がないタイプもあったりとかして、何かしら着回しはね効くと思います。丈感とかがわからない服を買えようか。丈はですね、太ももの付け根くらいまであります、 S サイズでも。なので、まあ、全然正直今着てる感じだと S でも良かったかなっていう気はしますね。お尻の終わりくらいまであるので、で、こう薄手なのでインしてもかさばらないっていうのもまた結構いいポイントかなと思います。もう一個の方も後で着るんですけど、とりあえずこの上に着てるこちら、これも実はユニクロなんですよ。で、これに関しては赤色、色違いも購入してしまっているくらい、ちょっと気になってしまいました。で、ちょっとこれ画面で伝わりにくいかもしれないんですけど、サテンっぽいような、ちょっと光沢感があるような素材感をしています。サテンっていうほどそんなにテラテラはしてないんですけど、気持ちなんか光沢感あるかなって感じがする。お店とかで見るとちょっとわかるかもしれません。本当に気持ちです。後ろはこんな感じでパッテンみたいな形になっています。これのもう一個いい点としては、この辺にね、ちょっと触れないけど、この辺に調節するところがあるんですよ。なんでそのアジャスター付きなので、ちょっと身長が低い方とか逆に高い方とかでも長さを変えて着ることができます。はい、丈感はくるぶしちょっと上くらいです。ただこれも調整すればもう少し上に上げることもできそうです。さっきお見せした色違いの方をちょっと着ていきます。はい、ということで着てみました。サイズ感からちょっと見ていきたいと思うんですけど、 M サイズにしました。こっちはさっきこれくらいだったのでちょっと長くなりました。でも首の長さとかは一緒で、若干着心地がゆったりしたような感覚はあります。なので私が着るのであれば S でも M でも正直どっちでも全然着れるって感じ。締め付けとかゆったりが良かったら M だったのかなっていう気もしますけど、まあ、正直本当にどっちでもいけます。下の長さなんですけど、さっきが多分この辺だったので、まあ、これちょっとだけですけど長くはなってます。さっきが短かったっていうわけではないので、全然これはこれで着れますね。はい、で上に着たやつなんですけど、これもやっぱり気持ちいい光沢感があるので、離れた時の方が分かりやすいのかなと思うんですけど、お見せしますね。で、中に黒着てるんですけど、さっき着てた白を中に着てこの赤でも全然良かったのかなって思ってます。実際マネキンとかはそういうコーデしてました。じゃあちょっと全身をねお見せします。先ほどの色違いなので、丈は同じくくるぶしの上くらいです。動いた時に少しだけ光沢感があるのがお分かりいただけますでしょうか。ユニクロ以外のブランドでも光沢感のある服をよく見かけたので、もしかすると今トレンドなのかなってのはちょっと思いました。で、1個大事なこと言い忘れたんですけど、この上の服はポッケが2つ両側についてます。これはかなり大きいポイントなんじゃないでしょうか。黒いのも多分ついてます。じゃあ次行きます。はい、では次のアイテムです。こちらニットです。これですね、着心地というか肌触りがめちゃくちゃいいんですよ。なんかスフレヤンって書いてあるやつなんですけど、そのスフレヤンシリーズみたいなのはこの形以外にも結構いろいろあって、だけど全部肌触りがめちゃくちゃ気持ちよかったです。ざっくり編み込んであるニットとかじゃなくって、細かいフェルトみたいな生地をしています。なんでそんなチクチク感とかも私は感じないです。で、袖感は伸ばすとまあこんな感じ、結構ぴったりめなんですけど、下に下ろしてるとこれくらい手の甲くらいまでは隠れます。で、私結構服はぴったりと着たい派なので S サイズとか買うことが多いんですけど、これはユニクロで試着した時に S だとちょっとこの袖が短いのと若干きついなみたいな感じが気になったので M を着ています。で、首のところはハイネックすぎないような、でも空いているわけではないのですごく暖かいし、だけど苦しくないみたいな感じでベストな感じがします。私はカーキを選んだんですけど、
とインしないとこんな感じで切れます。本当に足の付け根くらいって感じですかね。これも後ろはお尻の真ん中くらいって感じです。で、下に履いてるこのスカートも実はユニクロのものです。ちょっとまた後で全身でお見せするんですけど、こんな感じになっています。生地はブラウンのちょっとチェックの柄をしているんですけど、ここに飾りのボタンがついています。実際にはここでチャックとあのホックがあるので留める形になるんですけど、一般的な S サイズに比べるとちょっと大きいのかなっていう気はします。ただまあ逆に言うと、こういう厚手のニットをインして着る分には程よいサイズ感ではありますね。薄手のニットだと多分ちょっとまだ緩いかな。全体で見るとこんな感じです。スカートの丈はすねの真ん中あたりで、めちゃくちゃタイトなわけでもないんですけど、広がってるってわけでもないです。さりげなくですね、こういう感じのスリットも入っています。で、プラスしてるこのブーツなんですけど、アダムエロペのものでユニクロのものではないんですけど、あの少しね似たようなものがユニクロにも置いてありました。で、こちら少し前に紹介したグレイルのセットアップについてきたニットのスカートを合わせてみました。グリーンとホワイトね、結構可愛いです。はい、お次はですね、またまた黒いニットです。ですがさっきとは形が全然違っています。下もちょっと黒で後でご紹介するんですけど、全体見ていただくと、さっきは結構こうタイトなピタッとした薄手のニットだったんですけど、ちょっとこうふわっとしたシルエットで、先ほどと比べるとちょっと厚手のニットになっています。丈感がね多分すごい分かりにくいんですけど、こんな感じなので、まあ、この辺ぐらいまで、これはもう足の付け根くらいですね。ただなんかそんな長い感じはしないです。お尻のちょっと真ん中より上くらいまであります。で、袖に関しては伸ばすとちょうどって感じなんですけど、下に下ろすとこんな感じで手の甲にかかるかなくらいあります。で、 S サイズなんですけど、これはねなんか横的にジャストだったので S を選んじゃいました。で、素材はこんな感じでリブとかではないんですけど、ちょっとこう編まれてる感じ、細かく編まれてる感じのニットをしていて、で首はあるんですけど、こう伸ばそうと思えば結構ここまであるけど、タイトではないタートルネックって感じですね。ゆとりがあるので全然苦しさはないです。もう何が何だかって感じなんですけど、あの黒いスカートを合わせてます。これもユニクロです。見えないですよね多分。リブ素材のタイトスカートなんですけど、これはですね、なんかスウェットっぽい感じ、ニットではないです。色は同じ黒なんですけど、素材も違うし模様も若干違うので、よく見るとチグハグなコーディネートなんですけど、まあ遠くから見るとそんなに分かんないかなと思って合わせちゃいました。変じゃないけど、すごいファッションに詳しい人が見たらおかしいって思うかもしれないです。私はまあいいかなと思って着ちゃいました。なんでザ黒ずくめ女コーディネートなんですけど、ちょっと全身でお見せします。言い忘れてました、これもねポッケが両方ともついてます。全体で見るとこんなイメージです。スカートはそこまで長さがあるわけではないんですけど、まあ、大体すねの真ん中あたりですね。後ろから見ると切れ込みが入っています。まあ、という感じなんですけど、あとアウターが2つ、まあ、1個はアウターとは言わないかもしれないんですけどあるので、ちょっとご紹介します。はい、まず1着目が長めのねカーディガンです。カーディガンなのかな、コートなのかな、コートでした、すいません。ロングコートでした。これはこんな感じ、ちょっとベージュを私は選んでいます。ふわふわしていて襟とかはない、こういうノーカラーのタイプですね。袖は伸ばしても手の甲にかかるくらいで、結構これは大きめです。まあ M サイズを選んだので手のもあるかもしれません。まあ、ニット素材みたいな感じなので、そんなにアウターとしてなんだろう、めちゃくちゃあったかいっていうものよりかは、まあ、今ぐらいの真冬の一歩手前くらいとか、ちょっとそこまでみたいな時とかに使えるものかなと思って買いました。これもですね、ここにポケットがついていて、後ろはちょっとこういう風にリボンがついてるので、まあ、こういう感じで着たりとかっていうのもできるアイテムです。丈感はちょうど膝くらいで、まあ、長すぎず程よいバランスですごくいい感じです。寒いけどコートを着るのはなみたいな時に本当に活躍しそうですね。でも合わせる服にもよるんですけど、かっちりしすぎずラフな感じが合うのかなって思いました。はい、じゃあもう一個のアウターをこのまま紹介します。はい、お次はこちらのダウンですね。アウター、まあ真っ白というよりかはちょっとクリーム色みたいな色してます。今見えてる絵だとこの辺の色が近いかもです。この厚みからしても想像つくかなと思うんですけど、本当にねあったかいです。かなりねこう詰まってる感じがありますね。一応これフードついてるんですけど、これは取り外しができます。で、あとポッケもこっちにちゃんとついているし、内側にもなんかねついたりしてます。ここにもこっちにはないかな。どうだ、おへそがここら辺なのでそんなに長いだけではないです。まあでもだからこそバランスが取りやすいっていうのはあるのかなっていうふうに思っています。全身で見るほどのものでもないんですけど、一応ね取りました。で、こちらはですねフードを取り外したバージョン、もうちょっと今から紹介していきたいと思います。どっちにしてもボリューム感はあるんですけど、少しね比べるとすっきりと着ることができます。は
はい、ということで本日はユニクロ秋服冬服購入品紹介でした。今まで行ったユニクロの中で一番過去一、こんな可愛いのたくさんあるって思ったかもしれないです。いや、なんかいつも行っても可愛いんですけど、いつも以上にすごいって思う商品がいっぱいありました。ただ結構ね、売り切れそうな気もするので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。